はい、どうも、ヨカメガソランの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。それでは今日もですね、ついついやってしまう悪習ということでやっていきたいと思います。はい、このような問題用意しました。黒番で次の一手どこに打つのがいいでしょうかという問題なんですけども、あくまでもこの辺のね、問題と思ってください。はい、まあ終わりが近い時にね、非常によく出てきそうな形なんですけど、これね、実は今日も囲碁サロンで見たんですけども、非常に間違いやすくて、かなり多くの人が自信満々にですね、実は悪い手を打ってしまうというケースなんですね。はい、どういうことかと言いますと、ここでどうでしょう、ここに打ちたくなりませんか。ここなんとなくこれ手筋っぽくないですか。このつながる手と渡る手が見合いでね。ですけども、今回はこれが実はすごく良くないよっていうお話なんですね。これすごいね、両方見合いにして手筋っぽいんで、実は打つ方かなり多いんですけども、はい、ですけどもこれ良くないんですよ。渡ってうまそうですよね。なんかこうより相手の懐に入ったような感じがするんですけども、まあ、こんな風になりまして、まあ寄せることはもちろんできるんですけども、ここまでしかいけないし後手だしということで、実はこう打つのであればですね、まあこう今なりましてね、まあこの形を覚えておいてほしいんですけど、まあここに白地ね、ここだけちょっとマークをつけて数えると、まあこの辺りまで数えればいいですかね、まあ、ここに5個あるよっていうのをちょっと覚えておいてほしいんですね。はい、ですけども、はい、では戻しまして、はい、ハサミつけるぐらいであれば、実はね、跳ねてる方がだいぶいいんですね。なんでかと言いますと、まあ跳ねてても白としては受けるとなるとこれぐらいなんですよ。はい、で当たりがまあ先手で効きますよね。はい、でこの形でやると黒番で、黒が今度好きなとこ行けるんですよ。さっきは黒後手でしたから白が好きなとこ行っちゃいます。今度は黒でどっか行ける。でじゃあ地の方は一手違うけどどうかって言いますと、ここって最終的にはですね、まあここのダメがありますから、白はねどっか詰めなきゃいけないですよね。で繋いで、その後にもう一手必要なんですよ。なんかほっといてどっか行っちゃうとね、当たりして逃げて、当たり逃げてドンと取られる手ありますから、白はもう一手何か、まあ、こうとかこうとか言って打たなきゃいけないんですよね。でここ打つということは、結局ここさっきと一緒で 1,2,3,4,5 目なんですよ。あれ一手違うのに字は実は一緒なんですよね。はい、ということで、この形だいたいあのハサミつけじゃなくて羽から行く方がだいぶ得です。まずは一つ目は、ハサミつけがなんで手筋になりそうで、実は手筋じゃないよっていうことをね、ぜひご理解いただけたかなと思います。はい、でこの場合はさらにいい手筋ありますんで、ぜひそれも考えてみましょう。はい、黒番でね、ここまで実は行くことができます。これが、まあ、手筋ということになりますね。はい、一見すると随分遠くまで行ったなと感じするんですけども、はい、これでつながることができます。例えば白がね、ここ跳ねられたくないよっていうことで渡っちゃうんでね、こんな風に遮ってきましたら、出て押さえるよりないですけども、切って詰められましても先に白を当たりにすることができますね。はい、で、白もじゃあ工夫してこんな風にね、分断するのが最強の抵抗かなと思うんですけども、これにはですね、跳ねて、これも分断するよりないですね。でここで黙ってね、こちらに切る手が非常にうまい手になります。はい、でこれに対して、まあ、当然取りたいんですけども、取れば今度はこのようにね、まあ、これどっち当たりしてもいいんですけど、こっちでもこっちでもね、当たりしておけば継ぐことできませんね。繋いだ瞬間にもうドンと取られちゃいます。ということで、まあ、こっちを取れば、そしたら今度はこのように打ってね、これも両当たりですね。この白4個も当たりですし、ここも当たりになってますということで、これで大成功です。ということで白はね、なかなか分断ができないんですよ。なのでまあここに打つぐらいが相場になります。でそれから渡りまして、このように打ちまして、つないで、で当たりが来てもつないでおきます。はい、でこの形はですね、実は黒から白が手を抜くとね、まだここに覗く手があるんですね。はい、これも継ぎたいんですけど、切られてこんな風に詰めても先に白が当たりになってしまいますよね。ということは白もここで行って守るぐらいなんですね。となると黒は先手で、さっきここね5個あったよみたいな形だったんですけど、今度 1,2,3 個だけになってますから、先手でまあだいぶ減らすことができたかなということになります。はい、ということで、まあこの手筋気づければね、
まあもう非常に有段者と言ってもいいでしょうね。ただぜひですね、皆さんに今回覚えてほしいのはですね、はい、ここが手筋にならないよっていうのをね、ぜひ覚えていただきたいです。これね、手筋っぽくついつい石音高くね打ちたくなるんですけども、実はあまり寄せていないんですね。むしろ後手を引いて白としては、後手でこれだけだったらありがとうということでね、どっか行ってしまいますから、ぜひお気をつけてください。でもこれね、知らないとね、こっち打ちたくなりますよね。かっこいいですからね、なんかね、なんかこっちは平凡というかね、まあ、普通すぎてなんか技っぽくないですからね。ですけどもね、実はこっちがいいっていうんで非常に分かりにくいんですけども、でさらに上を行く手筋がこの場合はありますよというお話でした。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ね、いろいろな実践に役立つ形をねどんどん上げていきたいと思います。ぜひチャンネル登録の上ですね、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。